水野幸太郎がお送りする中卒でもできる月収100万円への道。はい、皆さん楽しみにしている日曜日の放送ですね。ゲストさん今回も素晴らしい方来ていただいてます。その前にちょっと皆さんに謝らないといけないことがあって、自分今宮崎に来てるんですけど、思いのほか電波がなくてですね、水曜日の放送をブッチしちゃいました。すいません。なのでいきなり日曜日にはなってしまうんですけど、本当にね、先週の鬼怒川さんに引けを取らないぐらい素晴らしい方が来ていただいてます。で、北海道でね美容室を経営してて、で次世代こう美容師さんってなかなか稼げないみたいなんですよね。なんで美容師界でこうもっとこうネットビジネスとかを使ってもっと稼げる人を作ろうっていう風にこう頑張ってる社長さんを今日は来ていただいてます。で、一応その社長さんっていうのが灰山菓子後藤さん、結構 YouTube とかで顔出ししてるんですぐわかると思います。で、後藤さん電話で北海道と今宮崎とつないで来ていただいてます。後藤さん聞こえますか？はい、聞こえます。今日すいません、なんか無茶言ってしまって。いやいやいや、全然です。よろしくお願いします。はい、お願いします。なんか自分今簡単に紹介をさせていただいたんですけど、はい、補足とかあります？なんか説明至らなかった部分とか。あ、いやいやいや、全然そんなことないんですよ。あ、本当ですか？ざっくり、はい、そんな感じで。合ってます？大丈夫です。あ、本当ですか？よかったよかった。で、はい、後藤さんは自分会ったのってあれ1年ちょっと前ですか？そうですね、それぐらいだと思います。大体大阪でしたよね。ね、最初、いや、大阪ではないですか。あ、そっか、大阪だ。大阪なんですよ、大阪ですわ。そうだ、大阪のそうですね、AD の、はい、僕ちょっとだけ皆さんの前に出させていただいた時ですね。はい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 。あの時すごい後藤さん乗ってましたよね、 YouTube で。そうだ、水野さんね、本当にそれで、結果出るんですかってすごい聞かれたのを覚えてます。はい。だって自分は去年の2016年の9月とかあったんですよね、合宿が。で、自分が YouTube 始めたのが6月とかで3ヶ月ぐらいあったんですよ、ちょうど。ああ、はいはい。ですごい稼いでる人たちが多くて、はい、で後藤さんもその稼いでる人たちの中に入ってて、で自分は全然しょぼしょぼだったんで、もうとにかくチャンスだと思って、こう、はい、強い人たちにどん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 寄せていこうと思って、はい、でいろんな人に話を聞いてたんですよ。はい、それが後藤さんとの出会いだったんですよね。あ、そうですか。はい。いやいや、ちょっと懐かしいですね。なんか覚えてきました。もう覚えてきましたね。思い出した。あの時。あの時で、もうなんかめっちゃ稼いでましたよね、YouTube。そうですね。あの時はおかげさまで、そうですね。なんかギラギラしてましたもんね。ギラギラしてないですよ。すげえギラギラしてたイメージがあります。ね、なぜかちょっと皆さんの前で、なんか逆に皆さんねパソコンとか使ってたんですけど、僕スマホ一本で行ってたので、そうだそうだそうだ、逆にちょっと珍しいみたいな感じで、うんうんうん、うん、結構聞かれた気がします。そうだ、でみんなパソコンでスクロール動画を作ってたのに、後藤さんだけ違う視点でスマホを使ってオリジナルっぽい動画を作ってたんですよね。そうですね、はい、あれはビビったっす。スマホを打ちすぎて今バネ指ってわかりますか？指が曲がった状態になっちゃう。はい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 。それ今ちょっとそれがね後遺症として残ってるんですけど治療してる状態なんです。そうですね、代償を払いましたね。そうですね。いやでもビビりました、はい、あんな方法があったのかと。
い。で、人と同じことなかなかね、素直にできないので、いやー、ほんと、ちょっとずらした方がいいですよね。やっぱちょっとね、人が、違った土俵で戦いたいなっていうのは自分のスタンスなので、はい。もういいと思います。はい。で、後藤さんって今って、こう、美容室経営してて、はい、他にもいろんなビジネスとかってされてるじゃないですか。で、はい、ゲストさんに聞いてたのが、結構みんな今すごい人なんですよ。あ、はい。今すごい人なんですけど、昔とかってそのきっかけとかって何だったのかなと思って、そう、起業したり独立したりしてるわけじゃないですか。あ、はいはい。そのきっかけとかって後藤さんあります？僕起業したきっかけはですね、やっぱ大型店にいて、大型店の美容室にいて、はい、で、そこで、やっぱり結構時間かかるんですよね、一人前になるまで。はいはいはい、はい。で、やっぱりその、時間も長いですし、うちらの美容室の仕事っていうのが。なんで、はい、次世代の子たちにもっとなんかこう、個人的に発信できないのかなっていうことで、大きいお店にいると、やはり個人的な発信者がちょっと少なくな、できなくな、なってるというか、しづらいんで、うん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 、これ起業するしかないなということでですね、はいはい、起業して、そういうのをこう、全国に発信していけたらいいなと、それ誰かの役に立てたらいいなというところから、起業につながりましたね。で、もうなんか自分らとは全然違うじゃないですか、土俵が実業なんで。はい。なんで、なんか起業した時の、こう失敗談とかってあります？いや、ありますね。やっぱり最初の時はやっぱりね、自分が基準になるので、はいはいはい、やはりやっぱ怠けてしまったりとか、そういうのでやっぱりその数字につながらなかったりとか、やっぱり自分の基準が下がっちゃったり、モチベーション下がると完全に数字につながってしまうので、はい、それでやっぱり結構大変なことありましたよ、本当に。はい。それ、一緒なんですね。なんか実業だと、はい、どうなんだろうな、そこまでそのモチベーションの低さがそんなに直で返ってくるイメージがなくて。はいはい。でもそうじゃないんですね。そうですね、オーナーになったら、やっぱその自分が、まあ、スタッフがいたとしても基準になってくるんで、うんうんうん、やはり自分が一番動いて自分がやっていかないと、やっぱり、背中見てますし、それでもう、お店っていうか、ある程度ですね、そのお店の基準っていうのができてくるので、うんうんうん、やっぱりね、人間誰しもやっぱちょっとやってみたいなとか、ちょっとゆっくりしたいなっていうのも、やっぱどっかで甘えが出てしまうんですよね。はいはいはい、でそこでもうほとんどですね、僕は今365日休みない、うん、休みないというのはサロンは休んでますけど、はい、まあそれ以外はもうすべて、仕事に費やして、まあもう何か捨てないとできないので、うんうんうん、捨てるものを決めてやってますね。すごいっすよね。あ、で皆さんちょっと聞いてる皆さんに紹介するのちょっと遅れたというか忘れてたんですけど、後藤さんの経営してる美容室っていうのがすごい人気で、もうなんかすげえ予約埋まってるんですよね、半年前、半年とか。あ、いやいや、そこまではいかないですけどね、結構予約はいただいておりますね。なんですごいやり手の美容室の経営者さんなんですよ、後藤さんは。いやいやいや、そんな、なんかそんなことないです。だって YouTube とか見るともう結構ジャックしてますよね。そうですね、なんかそのこれからの人たちに何か伝えれないかなっていうので、やっていった集大成が、まあ、今の状態になってる、まあ、先導が護衛したんですけど、まあ、積み重ねでやって、まあ、今の感じになったんで、まあ、最初はそんな風には思わなかったですけどね、とりあえずコツコツやって、はい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 、いったんですよね。で、はい、あれですよね、美容師さんがこう専門職の方が見るような動画ですよね。はい、そうですね、やっぱり一般的に YouTuber さんとかは一般の方向けに面白い動画を撮ったりとか、うんうんうん、そういう形で視聴者を集めてるんですが、僕の場合はまあ、美容師さんに特化してる
そうですね、発信する元は、うん、あの美容師さんという形なんで、まあね、そんなに自分に特化してる分、視聴者さんはね、まだ登録者数は、まあ、今1万人手前ぐらいなんですけど、すごい、いやいやいや、全然まだ長くねやってる割には伸びがちょっと悪いので、うんうんうん、まあちょっとね、コアなファンの方はついていただいてると思うんですが、はい、まあもっとね頑張っていかないとダメだなっていうのは現状ありますね。へえ、でもそこはあれですもんね、そこで跳ねて別に収入を得るとかじゃなくて、良いコンテンツをこう上げてるだけっていうイメージですもんね。はい、もちろんです、利用、まあね、風邪法のね YouTube とまた今やってるのは全く別なので、今はもうボランティアみたいなもんですよね、うん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 、でそこからまあ僕個人の商品がありまして、はい、まあ、それを売るためってわけではないんですけども、うんうん、少しでもちょっとこう新しい新価値に気づいてもらって、うんうん、でもっとより仕事を楽しくできるようなアイテムはないかなっていうのを自分でオリジナルのハサミを作ったりとか、はい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 、トリートメントを作ったりとかして、うんうんうん、でそれをまあ YouTube の方で見ていただいて、そこから興味がある方使っていただいて、うん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 、それで、新しいこう今までのね過去の延長線じゃなくて、新しいちょっと未来の形をちょっと作っていきたいなっていうふうに思って、はい、まあその種まきじゃないですけど、そういうところで YouTube ありますね。へえ、今ちょっと話も出てたんですけど、あれですよね、すげえ手広いですよね、やっぱり。そうですね、ハサミとかそのオリジナルアイテムですね、もう物販でされてるじゃないですか。やっぱりこうアイテムによってね、新しい発想の転換だったりとか、うん、新しいものを使うことによってね、新しいこう切り口が見えたりとか、うんうんうん、やっぱり結構その今までの流れで来てるのもやっぱり今現状あるんですよね、はいはい、であまりこう何十年も前と変わってなかったりするのが現状なので、うん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 、それでやっぱり僕は海外結構講習で行くこともありまして、うんうんうん、まあ、中国とかオーストラリアとかいろいろ行った時に、はい、やっぱりすごい特にねアジアのスピードを感じたんですよね。で日本はこのままじゃダメだなっていうのを思って、はい、で日本にいるとやっぱり日本人ってやっぱりその日本人である以上なんかちょっとこう上から目線のところはあるんですけども、はい、海外行くと全然違って、うんうんうん、全然そんな立ち位置じゃないんですよね、はい、多分そのうち負けちゃうぞっていう感じで、まあ、状況なんですよね、アジアとかしても、はいはいはい、なんでやっぱりそこでそういうところに負けないようにってわけじゃないんですけど、もっとこう日本もまあ、ゆとりとか言ってる場合じゃなくて、どん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 こう発信して、新しいものに気づいて、どんどん新しいことやっていかないと、未来が作れないし、次世代の子も、からして、魅力ある仕事にはなんないかなと思ってですね。はい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 。そのためにも、やっぱりこう、世界基準でいろいろ考えてやっていきたいなとは思ってですね、やってるんですよね。てか、もう、海外、まあ、自分は、あれじゃないですか、ちょっとご依頼いただいて、後藤さんのページを作って、はい、作らせてもらったことがあるんですけど、あ、そうですね。はい。あれっすよね、すごい外国の方、今はもう講習とか出てたと思うんですけど、自分全然、美容師会全然わかんないんですけど、なんか、こう、そういう話を聞いてると、あれ、後藤さんすげえ人なんじゃないかなと思ってくるんですよね、どんどん。そんなすごくはないんですよね。なんか めっちゃ海外打ち出してって、なんか外国人の方と集まってる写真とかもあったじゃないですか。ああ、はいはい、すごいなと思ってて、いや、それもお世話いただいた方がいてからだからこそ、まあ、そういう形でできただけで、はい、はい、自分の力ではないんですけどね。へえ、でもなんかそういうつながりってありますよね、はい、そうですね、そういうのからいろんなことを勉強させていただいているので、まあ、これからお世話してもらってきたんですけど、僕が今度お世話する立場になれるように、はい、まあ、今後これから頑張っていきたいなというふうには思ってますね。そうなんですね。
はい。でもそしたら今ってなんかめちゃくちゃ忙しくないですか、はい、今こう現在やってるタスクとか仕事って、うん、そうですね、あんまり、まあ、やっぱり睡眠時間は少なくなるんですけど、はい、それよりもですね、やっぱりまあ遊びとか、はい、ね、あのまあちょっと水野さんとねちょっとその業種が違うのであれなんですけど、はい、僕はまあその何かしてないとちょっとその現状うまく僕の場合は夜が悪いんでいかないので、はい、まあ、何か捨てるものとして、まあ、例えば遊びをしてたりとか、いろんなものをですね捨ててその分仕事の方に力を入れてるので、まあ、家にいる間もほぼ仕事してますし、はい、ほとんど休みがない状態ですよね。何かやってますね、寝てる以外は。ですよね。いや、なんかすっごい、はい、あの仙台チームで話をする時も後藤さんのタスクってすごいよねっていう話になって、はい、なんか結構仙台チームだらけ癖があるじゃないですか。いやそれは容量がいいのと、はい、時間の使い方が上手。いや、多分もう瞬発力がすごいじゃないですか皆さん。なので、はい、やっぱりちょっと僕はねそういうところで頭が弱いのでちょっとスピードが遅いんで、やっぱ人の何倍もやらないとついていけないんですよね。そこがちょっとね時間をもったいなくしてるところだなと思って、今時間の効率化っていう部分をもっと考えていかないとなっていうふうに思ってます。はいはいはい、素晴らしい。いや、でも実業を持たれてて、さらにこうどん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 違うところ違うビジネスを取り入れたりとかっていうのは本当にすごいなと思ってて、はい、で現状ってこう美容室経営されながらいろんなことこう複合的にハサミ売ったりとかトリートメント開発して売ったりとか、あとは海外の方に講習に行ったりとかっていう風に動きをされてるわけじゃないですか。であとはプラス YouTube と、あとはあれですよね、広告の方もされてますもんね。そうですね、広告運用とかも、まあ、やっぱり美容師さんって、まあ、ちょっと美容師さんの話ばっかりやって申し訳ないんですけど、はい、現場で働いてる時間って現場からしか得られないんですよ、収入が。はい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 、そうですね。なので、まあ、美容室で例えばこう収入を上げていこうとした場合に店舗展開するっていうのが今までの考えだったんですけれども、うん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 、やっぱりそこで店舗展開で売り上げを伸ばすっていうより僕は利益ベースで考えてまして、うん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 、いかにその利益高い利益をその取れるかっていう部分を考えてるんで、例えばそのサロンが大きいとかあんまり関係なくて、いかにその部分で同じ時間で、まあ、要は時給を上げるってことです簡単に言えば、はい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 、なので時給を上げればまあ、うちらのね時間が労働時間が長いって言われてる美容師さんも、うん、まず自由な時間が持てますし家族との時間も持てますよね、うんうん、そういう新しい働き方っていうのをこれから次世代の子たちに発信していきたいので、うんうんうん、まずその一つのまあ例としてですね、自分がまあ広告運用をやったりとか全然美容と関係ない部分で、うんうんうん、ちょっと今やらせていただいてるというか、まあ、勉強して全然まだねこれからなんですけど勉強していただいて、その辺も実業とつながってくるんですよね、うん、広告運用にしても実業の方で使えなくはないので、いやもう方法としては絶対リンクしますね、はい、そうですね、リンク絶対するんで、そこら辺は、うん、やっぱり強くなっていた方がうん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 、いいかなっていうのもありますよね。そうですね、プラスもう後藤さんのあれじゃないですか、もうコンセプトっていうのがそう業界を変えたいとかっていう、はい、そうすごい壮大なものじゃないですか。うーんね、ちょっとそこまで僕は有名じゃないですし力がないからそこはできないんですけど、はい、やはり業界を変えたいっていうのもまあね確かにありますけど、その次世代の子たちのステージとして、うんうんうん、今の、ね、勢いであれば海外生に思いっきりやられてしまうので、うんうん、そこでもっとね効率、昔の延長線じゃなくてもっと効率いいやり方とか、うんうんうん、そういうので時間の使い方、そして自由な時間を持てるとかっていう、まあ、社会的地位がやっぱりちょっとまだ美容室が低いので、うんうんうん、そこで
ね、自由、本当自由な時間っていうのがもう最終的なゴールなんで、そのためには時給を上げるしかないんですよね。そうですね。はい。はい。その時給っていうのは、自分がカットしてる間とか、カラーしてる間に、裏で回るお金っていうのが、できれば、それこそ、週休2日、週休3日っていうのも可能になると思いますし、うん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 、はい。そうですね。絶対そうなんですよね。そうなんですよ。やっぱり100メートル、ね、例えば10秒で走れた人が、60歳になったら、20秒かかるかもしれないんですよね。はい。そこで、僕が今考え、まあずっと考えてやってるのは、自分の年齢を、年齢分、副業というかね、別の方で収入を得ると。ある一定、一定の年収を設定して、それに対して、自分の年齢分は、例えば30代、30歳の場合だったら、目標年収の 30% を、はい、実業以外から得ると、うんうんうん、で 70% を実業から得ると、これをずっとやっていけば、はい、60歳になった時に 60% を実業以外から得て、で、うんうんうん、残りの 40% を実業でゆっくりやると、そういうようなシステムが、はいはい、できればこれからの美容界にもまあ、いいのかなって感じはしますね。うん、確かにそうですね、はい、面白い、でなんかこう今っていろいろ動かれてて、で今後なんかこの先、はい、まあ近い将来でも遠い未来でもいいんですけど、なんかこう思い描いてるビジョンとかってありますか、具体的に。ああ、これ、そうですね、インターネットを使って、はい、まあ、ウェビナーっていうかですね、美容師さんに何かこうお伝えできるものが、まあ、今メンバーがいないので誰か手伝ってくれる人を募集してるんですけど、はいはいはい、そういう人がいたら、クラウドビューチ、クラウドで、はい、クラウドビューティシャンスクールっていうのをちょっとなんか勝手な名前つけたんですけど、ネットの美容学校なんですけどね、で、それは、それをですね、ちょっとやっていて、めっちゃいいっすね。それをですね、翻訳とかつけて、今度海外にアジアの方持って行ったりとかっていうことを考えてます。めっちゃいいじゃないですか、それ。はい。なんか。ただ今全然何も進んでないので。それ、あれっすよ、前回来てもらった絹川さんも、オンラインスクールの校長なんで、はい、PPC の。ああ、はいはい。絹川さんに聞いたら早いですね、多分。確かに。多分マッハで。キムガさんと話せるレベルのこと僕話せないですわ。全然。でも分かんないですよ。ね、郡司さんって、はいはいはい。入れられた。うんうんうん。前も。郡司さんって方からもアイデアいただいて、はい。まあこういう風な形に今なってますので、うんうんうん、本当感謝しております。そうっすよね。結局なんかこう、ここ、自分のポッドキャストに出てきてくれてる方って、みんな繋がってんすよね、はい、横が。横のつながりがあって今まで大体そうですね、後藤さん知ってる方ばっかりなので、うん、はい、で逆になんか絹川さんもこの放送聞いてる可能性もありますからね。いやぜひ、いや本当に絹川さん、ちょっとアドバイスお願いします。でも全然まだ用意自体できてないんですけど、はい、でもすごい、はい、すげえめっちゃいい構想っすね、それ。そうですね、それからもうボランティアもやってみ、そこからの流れでね、例えばちょっと外れミャンマーとかそういうところに、僕のねハサミを持って行って、はい、ボランティアって形でですね寄付したりでもしたいですし、ハサミ一本から食を生み出すってことで、そういうところですね、はい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 、ボランティア活動もちょっと今後はしたいなと思ってるんですよね。そうっすよね、もう美容師さんってハサミ一本で食っていけるんですもんね、はい、そうですね、それを例えばちょっと貧しい、まだね、うん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 、これから発展途上のところに行って、まあお母さんお父さんの髪を切るでもいいですけど、そこからこうハサミ一本でこんな楽しいんだなとか、そういうところを教育制度がないところとかですね、あるんで、はい、そういうところに、従来のね、日本の技術の教育方針っていうのは、非常に時間がかかって長いので、はい、それをシンプルに、
そして違う視点からもっと簡単に、まあ、一人前になれるようなシステムを作って、それをこう、教えたいというかね、それを伝えていきたいなというふうに思ってますね。素晴らしい。絶対それコンテンツになったら爆発的に売れそうですね。いやいやいや、まあ、売れたいですけど、それよりもやっぱなんかそれで少しでもなんか感謝してくれるじゃないですけど、うんうんうん、なんか誰かの役に立てたら、ちょっとでも。そうなんですよね。あ、よかったよっていう声が上がってくれたら、ちょっとやってよかったなって思えます、ね。うんうんうん。しかも。それでその人の人生変わったりとかすれば。そうですよね。しかもそれを、例えばその、はい、自分が結構ポッドキャストで話すんですよ。はい、何を話すかって言ったら、こう結局自分の人生って一度きりで、この後藤さんと話してる時間っていうのも一度しかないわけじゃないですか、はい、でもインターネットのすごいところっていうのは、はい、これを実際にこういう風に録音することによって一個のコンテンツになるわけですよ、はい、自分の時間が。でそれをさらにインターネット上にアップすることによって、不特定多数の方がいつでも聞けるようになるわけじゃないですか。なんでも時間に対しても全てにレバレッジが効くんですよ。うん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 。なんでそのコンテンツ化するっていうのもすごい良くて、あれデジタルコンテンツの考え方の本自分買ったんで、あ、はい。送りますね。え、いやいや、買いますよ買います。教えてくれたら。なんかね、買ったんですよ。はい、なんか、それは結構ヒントになると思います。はい、あ、アマゾンで早速買います。はい、なんだっけかな、はい、いやなんか広告で回ってて、はい、Facebook 広告で回っててダイレクト出版のなんか送料だけで買えるやつみたいな、はい、後でバックエンド売られるやつなんですけど、本自体は結構面白かったんで、あ、はい、先生着払いでよろしければお送りしますよ。いつも申し訳ないんで、ちょっと名前わかりました。じゃあちょっと調べてお送りしますね、はい、なんで多分後藤さんもそれでより多くの人を結局見てもらえることによって、その販売して儲け云々よりも、はい、より多くの人に役立てるっていうのが一番いいじゃないですか、ね、やっぱりそうですね。なんかやっぱり誰かの役に立ちたいっていうのが最終的にあるので、まあ売り上げも上がるっていうのも一つなんですけど、役に立ちたいなっていうのがどっかにあるんですよね、やっぱ生まれてきた以上に、うん、いやもうだからそれがやっぱなんかできないかなっていうのは常に考えてますね。素晴らしい。いやなんかそこはちょっと自分修行が足りないところかもしれないです。もっと見習わないといけないですね。いやいや何言ってんですか、いつももらってますから今。いやいやいや、もうなんか自分は、はい、誰かの役に立ちたいじゃなくて、はい、好きな人を幸せにしたいんですよ。ああ、その方が深いな。自分の周りの人をできるだけこうちゃんと1対1で向き合ってちゃんとやりたいんですよ。うん、うん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 。なんでちゃんとできない子とかはすげえブチ切れたりするんですけど。うん、もう1対1でちゃんと向き合ってこう付き合いしたいなと思ってるんですよね、うん、確かに水野さんそれはできてますもんね。いやまだ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 だと思います本当に。なんかその感じはすごい分かります。はい、うん、なんでそれをすごい意識してて、でもまだ、はい、そうだよな、そのみんなのすごい成功してる人たちにゲストに来てもらってるんで、そういう方の考え方を聞くとちょっとまだまだだなと思ったりもしてます今。いやいやいや全然ですよ。十分その上行ってますから大丈夫です。いやとんでもない。これ機会またもらってるので。とんでもないですとんでもないです、はい、もうしょぼしょぼで申し訳ないです逆に。でちなみに後藤さんの中で、はい、はい、今までこう商売とかこういろいろビジネスをしてきてて、でなんかこう、はい、大切にしてる考え方とかってあります？結構視聴者さんとかでも。こうどうしてもこうこれ聞いてる人って成功したいなって思って聞いてる人がほとんどだと思うんですよ。はい。でそれって成功者に学ぶのが早いじゃないですか。あ、でもそういう人たちってなかなかこうつながりが持てないから今多分そこにいると思うんですよね。はい。なんで
なんかそういう人たちのために後藤さんがすごい大切にしている考え方とかがあれば教えていただきたいなと思っててですね。はい。それはもう簡単、一個しかないですね。本当に簡単で。はい。思っているぐらいだとなかなかやっぱ難しいと思うので。はい。なんでしょうね。もう簡単です。本気だけですね。うん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 。多分本当にシンプルなんですけど本気だけですね。本気でそれをやろうとすればできますし、うんうんうん、本気でやれば諦めないでできますし、うんうん、本気でそれをやれば やればっていう本気になれる気持ちまで持っていくしかないと思うので やっぱりこう最初はやらされててでもいいと思うんですけど、はい、なんかとりあえず真似してやってみようかなでいいと思うんですけど、その中で本気を作っていかないと多分途中で、うんうんうん、何かの言い訳をしてやらない理由を作ったりとか、そうですね、逃げてしまうと思うんで、うんうん、もう思考を本気にするしかないと思うんですよね、うんうん、本気って一言で言うと難しいですけどね、それしかもうないと思うんですよ、うん、抽象度は上がりますけどやっぱりやるかやらないかなんですよね結局のところ。そうですね、はい。で結構その世の中に落ちてるノウハウって稼げない稼げないって言われてるのって、はい、やらないから稼げないっていう部分がすごい大きいですよね意外と。そうですね、それは結局本気じゃないので、うんうんうん、うん、結局やる前にある程度分かったふりしちゃうんですよね、はいはい、それが良くなくてちょっとやってああこういう感じだなっていう分かったふりだと多分ダメだと思うんで、うん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 、やっぱり結構バカになるしかないと思うんですよね。もうひたすら量産するとか、もうその量産から先に何かこう生まれてきたりとかもすると思うし、はい、まあ、頭いい人はもうすぐ効率化図れると思うんですけど、うんうん、とりあえずバカになって量産するっていうのも本気の一つだと思うので。そうですね。あとは朝の時間って夜のね4倍ぐらいのパワー発揮できるっていうことが、うん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 、言われてることがあるので、夜じゃなくて朝方に朝早く起きてやってみるとか、そうですね、こう少し工夫すればいいのかなって感じはしますね、うんうんうん、はい、なんでまずはその自分の仕事でもいいし、なんか副業であれば副業でもいいから一個打ち込めるものを見つけて、もう後藤さんのように本気になって一回やってみると、はい、そうですね、もう本気っていうのも何かを捨てないと本気になれない、うんうんうん、何かを捨てて本気になるってことですかね。本気っていうのももう超注力ですよね。うん、やっぱりいろんな覚悟が必要になるので、何かを捨てる覚悟があって本気だと思うんで、うんうんうん、そこを捨てる覚悟をするのが必要かと思います、ね、そうですね、なんか捨てないと今度入ってこれ、はい、来ないんですよね。もちろんそうです、ね、なんかそれ自分このポッドキャストでどっかの回でその話だけで40分間ぐらい話したことがありますね、はい、あ本当ですか捨てないと入ってこないみたいな話をひたすらしたことがあります。この回をちょっと聞かないと、はい、いや結構コンテンツ入ってるんで大変ですよ自分のポッドキャスト聞くの、はい、あら分かりました。なんかもう埋もれちゃうみたいな、もう逆に1日1回放送だったんですよしばらくちょっと前まで、はい、で視聴者さんが逆についてこれなくなっちゃって、あなんかすげえ溜まってって消化できないですみたいになって、じゃあ週2に戻そうっていうか週2にしようって週2になってるんですよ今。これは遡って皆さん聞いた方がいいですね、いろいろと。いやもう僕もそうしますけど。あ本当ですか、ありがとうございます。はいはい、はい、もちろん。もしよかったらご意見もいただければあ恥ずかしいですけど、はい、ですいません、なんかすげえ長くなっちゃった。なんかいつもゲストさん来るとちょっと楽しくなっちゃって長くなっちゃうんですよね。ああ、いえいえ、僕も楽しい。なんか結構 Facebook とかで最近なんかポッドキャスト聞いてますみたいな友達申請してくれる方とかもいるんですよ。お、いいっすね。なんかちょこちょこ動いてきたなみたいな感じですかね。はい、はい、はい。あ、で、一応そのゲストさん来た時に絶対聞いてる質問があって、はい、で、はい、もし後藤さんが今の現段階のスキル、はいはい、能力を持った状態で、はい、骨なし金なしもう何もなしの状態にバンってなったとしたら、はい、何を
もしゼロベースになったら何からやるのかなと思ってですね、皆さんに聞いてるんですよ。はい。何します？とりあえずお金を借りますね。もうお金を集めます。お金、あー、でも起業家さん、すげえ起業家さんっすね。お金を集めて、はい、僕はもうアジアに出ますね、日本じゃなくて。ほう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 、はい、それはあのゼロベースだったら、はい、もうあれ店舗をアジアに出すってことですか？いや、違います。すぐはできないんで、はい、お金もないですし、金もないですから、うんうん、とりあえず、もしくはお金がなかったら、はい、海外で美容室を展開している日本の経営者さんいらっしゃるんで、うん、結構人員が足りなかったりとかするんですよ、はい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 、そういうところに交渉して1ヶ月2ヶ月内の家賃を負担し、うんうんうん、旅行費では病費を負担していただいて、はい、でそこで海外に飛んでその、うん、サロンで2年働きます、はい、でそれが終わったら今度違う国に行って、例えば中国に行ってから今度フィリピンに行ったりとかっていう感じで、はい、まあ、2年周期ぐらいのベースでいろんなところに行って、うんうんうん、いろんな国の、状況っていうのを把握して、うんうんうん、で今後のビジネスにつな、げていくと思いますね。はい、そうなんですね。じゃあなんか全く新しい展開ですね、はい、そうすると今度ね、今日本でやってる、例えばアフィリエイト的なものだったりも結構できなくなってくると思うんで、はい、今度は海外の銀行を使って、うんうん、資産の運用とかできるようなものをちょっと、うんうん、構築し、同時にですね、うんうん、いろんな国に行っても大丈夫なように裏でも回していくものっていうのを変えていかないとダメだと思うんで、うんうんうん、そういうことも一緒にやっていきますね。素晴らしい、はい、そっか、もう海外なんですね。やっぱりそうですね、勢いがやっぱり全然違うので、日本にいるよりは全然海外に出ちゃった方が今はスピードも勢いもあるんで、日本って厚生労働省の方でやっぱりあんまり仕事をするなみたいな流れになってるので、もうアジア行ったらそんなレベルじゃないんで、勢いが全然違うし、目つきも違うし、意気込みも本気ですし、なんでやっぱりそういう高い基準のところに行って自分を磨きますね。そうですよね、職員ですもんね、うん、やっぱりそこは磨いて、その中でやっぱりその海外でやっていけるそういう投機的なものだったりをちょっと勉強して、うんうんうん、同時進行でまた違った形で、まあ、資産をこう増やしていくような方法を考えますね。うんうんうん、そうですよね、はい、やっぱりそこなんですもんね。はい、はい、そっかそっか、すげえな、ありがとうございます。なんかいろいろお話ししていただいて、ありがとうございます。はい、で自分のポッドキャストのテーマっていうのが、はい、まあ、ラジオ番組じゃないんで言っても、ポッドキャストってインターネット上の番組じゃないですか。はい、なんでゲストさんがこれ聞いてる視聴者さんとつながったら面白いなと思ってて、はい、で自分としてはこう聞いてる視聴者さんっていろんなこうゲストさんが来て、自分もそうですし、まあ成功されてる方っていうのが来てるわけじゃないですか。で実際にコンタクトを取れる状況にあるんですよね、今の日本って。今のこの状況って Facebook もそうですし、なんで自分はこのポッドキャストっていう媒体を通じてゲストさんと、あとは視聴者さんをうまくつなげることができればな、ハブになれればなと思ってるんですよ。はい、なので結構みんな PDF でこういろいろ上げてたりもしてくれてるんですけど、後藤さんさっき打ち合わせしたらすごい忙しいみたいなんで、例えばこれ、はい、このポッドキャストを聞いてる視聴者さんが、はい、あ、後藤さんすごいな、つながりたいなと思った時って、はい、どうやればつながることができますか？Facebook で「灰山菓子の後藤」って検索していただければ、はい、そこでつながることができると思うんですが、はい、ただちょっとお友達が5000人いってるので、申請がもしかしたらできないかもしれないので、はい、まあコメントはねできると思うんですけど、うんうんうん、あと LINE の
ラインアップで、僕のがありますんで、はい、アットマーク、はい、やまかしなんですけど、うんうん、HAIYAMASHI かな、うんうん、アットマーク上につけてもらって、はい、そこで直接コメントいただいてもいいですし、あ、それだったら、Facebook、はいはい、直で話もできますしね、LINE だったらいいですよね。そうですね、LINE、アットマーク、はい、やまかし、ローマ字読みのはい、やまかし、市は SHI なんですけど、はい、それでやっていただくか、あと Facebook はまだもしかしたら解除されてる方もいらっしゃるんで、通信はお友達になれると思うので。わかりました、はい、Facebook の場合はカタカナでハイヤマカシで漢字で後ろに、前後ろの後ろに富士で後藤ですよね。はい、わかりました、ハイヤマカシ後藤で、そうですね、ぜひぜひ皆さん Facebook で検索してみてください。で、LINE アットの方もアットマークハイヤマカシなんですけど、もしわからないときは Facebook フォローすれば書いてありますよね、LINE アット。なんで Facebook フォローしてもらって、はい、友達になれなかった場合は LINE の方から直接連絡を取れば後藤さんにつながることができるっていうことでよろしかったですか。そうです、はい、素晴らしい。なんかね、聞いてる人とうまくつながって、なんか動き、新しい動きが出ると楽しいですね。いやー、そうですね、ぜひお願いしたいです。なんか、はい、そうですね、ちょっと全然僕実はこうやって喋ってながらも意外とインターネットのこと疎いんで、はい、びっくりするぐらい、まあ水野さんも知ってると思うんですけど、はい、なのでそのクラウドフューチャースクールって言っときながらも全然進んでないし、全然やり方とかも、はい、あんまり分かってないので、はい、もうなんかとりあえずやっちゃうみたいな感じが僕の勢いなんで。いや大丈夫、大丈夫、とりあえず時間もかかると思いますよね。なんで、はい、そんな状況なんで、誰か、お手伝いしていただける方がいれば。の素晴らしい、はい、まあ、ちょっとね、まあ、相性もあると思うんで、はい、まあ、そんな、ね、大きい人数ではやろうと思ってないんですけど、うん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 、まあ、誰かいましたらお願いします。そうですね、興味ある方はもうぜひ組んでやろうぜっていう方はもう連絡をください。自分でも大丈夫です、振り後藤さんにつなげることもできるので。はい、そうですね、はい、なんか楽しくなりそうだな、今後楽しくなりそうですね。ありがとうございます。いえいえ、とんでもないです。なんか来てもらってありがとうございました。ありがとうございます、こちらこそ。はい、でそしたらまずはちょっと長くなってしまったんで、ここまでといったような形で、日曜日の放送回、ゲストさん、後藤さんの回は終わりにしたいと思います。ちょっとね、名残惜しいんですけど。はい、ありがとうございます。はい、じゃあまずは、一旦ですね、まずは、さよならということで、よろしかったですか？はい、はい、大丈夫です。はい、じゃあ後藤さん、すいません、ありがとうございました。